どうもこんにちは、速稼塾の久保です。体のエイダーファンの皆様、今回はですね、久しぶりに体のエイダーのプレセールに、すごくね、力をご尽力いただきました。BIB リミテッドさんからね、数年ぶりにメールが来ましたので、これ緊急のね、連絡だと思いますので、皆さん、お聞き逃しのないように注意して見ていただきたいと思います。まだね、メッセージの届いてない方がいらっしゃいましたら、この動画を通じて、お手元のですね、体のエイダーのバウチャーをチェックしていただきたいと思います。それではですね、文章の方を読ませていただきますので、こちらの方よろしくお願いします。重要、エイダーコイン未還元のお客様へ緊急のお知らせということですね。エイダーコインご購入者様各位。本メールにつきましたプレセール期間中にエイダーコインを申し込み、ご購入をされたお客様に配信をさせていただいておりますと。弊社は格別のご後輩を高まり、厚く御礼申し上げます。プレセール期間中にエイダーコインを申し込み、ご購入をされ、現在、未だに ADA バウチャーの還元をされていないお客様につきまして、この度、カルデナより、2023年4月末日をもって、ADA バウチャーの還元を終了させていただきます。旨の緊急の連絡を受けましたので、お知らせいただきます。ということですね。バウチャーっていうのはね、クーポンみたいなやつで、そこにカルデナエイダーのプレセールの情報が書いてあるわけですよ。それを、確かね、ダイダロスですか。ダイダロスに反映させて、体のエイダーウォレットに実際のエイダーを入れるという作業をするわけなんですけどね。これは非常に簡単なのですぐ終わりますからやっていただきたいんですが、体のエイダーを購入して以来ね、忘れてらっしゃる方も結構いらっしゃるみたいですね。で、文章も言いますけども、上記緊急連絡の内容を受け、現在までに未だ ADA バウチャーの還元をされてないお客様、還元のサポートが必要なお客様につきましては、ちょっと消してますけども、サポートのメールまでご連絡くださいということでした。まあ、ですので、多分やり方が分かんなくて忘れてると思うんで、早急にですね、カスタマーサポートの方に連絡を取っていただいて、どのような手はずを取っていけばいいのかってことを聞いていただきたいということなんですけども、ただこれに合わせてね、詐欺業者も出てくると思うんですよ。ですので、安易に、ご自身のバウチャーの情報を教えないようにしてくださいね。実際に、カルデナエイダーの、発行元だってことが確認できるまでは、絶対に自分の情報は、漏らさないようにしてください。どうしてもね、これが情報元かどうかわからないよと、本当に信用していいのかどうかわからないよってことでしたら、私を通じて、カルデナエイダーのアンバサダーの方におつなぎしますので、まあ、いろんなね、情報を精査した上で、決断してください。まあ、残り時間少ないわけなんですけども、少なくともね、3、4日はかけるつもりでやっていただいて、4月、今月は30日で、月末来ますけども、4月27日ぐらいまでは十分検討していただきたいと思いますよね。28日金曜日、29、30ってのはもしかしたらね、土日でサポートが終わってるかもしれませんので、まあギリギリ28日になったらちょっと遅すぎるんですけども、27日まではしっかりと考える時間を持っておきていただきたいと思います。はい、それではですね、後半の文章の方も読まさせていただきますので、またこちらの方ご覧ください。先ほどのメールまでご連絡くださいますようよろしくお願いします。あらゆる連絡先私の方を消してますんで、これはね、まあ、シークレットですか、なんて言いますか、いろんな事件があっちゃいけないので、一応このメールってのは該当者の方だけに配布されてるんですよね。それを、まあ、もうメールの方から受け取ってない方もいらっしゃると思いますので、今回は間接的にですけどもお伝えできるように、この動画化させていただきましたが、ただ、具体的な連絡先は一切掲載しないという方向にさせていただいております。もしね、この動画でピンときた方は、ご自身のメールボックスをチェックしてください。はい。では、続きを読ませさせていただきます。還元サポートを受ける際しまして、下記書類が必要となり、期限まで時間がございませんので、あらかじめご準備いただくことをお勧めします。ですので、これから読み上げる書類を、これからすぐに、動画を見終わった後、すぐに、まずは、揃えてください。その後で連絡をするようにしてくださいね。はい。で、ADA コインを申し込み、ご購入時に、圧着はがきにて郵送された、ワンタイムパスワード、OTP が必要となります。これ、もしかしたらもう保管してないかもしれないですけどね。次。ADA を購入後、2015から2017年に転居された場合には、住所変更の証明書、住民票もしくは免許証の裏表、こちらが必要になります。で、これは簡単にコピーできますね。三つ目、ADA を購入した際のレシート。これ必ずしも必要ではないんですけども、これがあるとすごくスムーズなんで、ぜひ探してみてください。またですね、写真付き身分証明書、これ免許証、マイナンバーカード、もしくはパスポートになっています。マイナンバーカードを使用する場合は、マイナンバーが映らないように撮影してくださいね。要するにまだね、警戒心をすぐに解かないでくださいよってことなんですよ。
どこまでも個人情報は本当ギリギリまで秘匿してすんなり教えないようにしてください。これ誰に対してもです。場合によっては家族に対しても教えないようにしてくださいね。で、次、写真付きの身分証明書、パスポートなどに住所が記載されてない場合、その住所を証明する書類、住民票などが必要になってきますので、住民票を各市役所、区役所に取りに行ってくださいということもありますよね。そして自撮り写真、ペン、紙、写真付き身分証明書、カメラ、指定条件に沿った写真、これも必要になります。そして ADA の受け取りウォレットアドレスなども必要になってきますので、 ADA の受け取りウォレットアドレスっていうのは、まあ、ビットポイントジャパンとかにね、あのアカウントを作って、そこのウォレットアドレスを、まあ、明示するということになりますので、これもまだない方は用意してくださいということになります。はい、以上のような形になりますけども、いかがだったでしょうか。安易にね、体の枝の情報はこの人大丈夫だろうなと思っても教えないようにしてくださいね。というのが、体の枝っていうのはものすごい資産価値を持ってます。少なく見積もっても、多分プレセールで買った方の金額にしたら今ね、3000万とかになってるんじゃないですか。ですんで、これは十分、もし情報がね、つかめてない方に対して、私が手伝いますんで、ちょっとキーを教えてもらえますかって言って、フラッと教えちゃうっていうこともありえますんでね。ですね、本当に、注意して、本当知り合いにも教えないですください。この人は信頼できると思っても、まだまだ教えないようにして、ギリギリまでね、資産を守っていただきたいと思います。それでは今回は以上ですね。